久留米市出身のお笑い芸人こがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週も福岡県立糸島農業高校からお届けしています。今日は3年生向井優希さん、苦手な人も多いトマト、食べやすくなるレシピを伝授です。トマトが苦手なんですけど、トマト美味しく食べられるレシピ教えてほしいです。あら、向井さんが思うトマトの嫌いなポイントをまず挙げていこうよ。まず噛んだ時のグシュって感じ、皮のね、と青臭さが無理です。青臭さ、青臭さの基本の原因は種だから。だから結構料理人の人は加工するときは結構これを処理することが多い。正直トマトのパスタ、ちなみに今まで食べたことある？ないです。あ、本当？トマトのパスタもないか。でもこれちょっと安心して、生のトマトはダメだけどトマトのパスタ大好きっていう人は結構いるから、世の中に。しかもイタリア人でもその酸味が結構強いからって言って子供にトマトのパスタ作るときは砂糖を入れてます。だからもし自分がトマト そのパスタ作るときもちょっと砂糖を入れてあげるといいかもしれない。例えば、まあ、フレッシュのトマトを使ってリゾットとかいいんじゃない、まず最初にトマトを中の種を抜いてあげるの。1センチ角とか切ってあげて、そして全く洗ってない状態のお米をオリーブオイルで炒めて透明な感じになってきたら、そこにブイヨンとかスープを入れます。トマトとかもバッて一緒に入れてあげて、あとは本当にお米のアルデンテみたいな芯が残ってる感じまでずっと味を染み込ませてあげる。で、例えばクリームチーズとかそういうので味をつけてあげる。まず種もないでしょ、そして多分皮も気にならないと思うからめちゃくちゃうまくなるよ。一旦試してみる価値はあると思う。わかりました、ありがとうございます。お家に帰って作ってみます。